おはようございます。モンキーとョヨスケです。えっ、ー、と今日は7月31日。今は朝9時半。フィンランドのカラヨキカラヨキっていうところにいます。えっ、ー、と今日はちょっとお知らせしたいことがあってカメラを回してます。何かというと動画の更新についてです。えー と2ヶ月ほど前5月の終わりにキルギスから始まったこの旅はキルギスカザフスタンロシアえそしてここフィンランドで4カ国目になりました、えー、でも動画の更新についてはロシア入国のところまでしかできていませんなぜかというと動画更新に避ける時間が少なくなってきてしまったからです、えー 最初のキルギスカザフスタンあたりでは1か所1つの宿に3泊4泊したりしてその間に動画を23本作る、えー、ということをやっていましたでもその後のロシアに入ってからは1か、えー、所に何泊もするっていうのが少し難しくなりましたなぜかというと、えー、ロシアはビザが必要でそのビザの 期限がありますそして移動距離がとても長いので、えー、ビザの期限に間に合うように国を出ないといけないっていうので1か所に何泊もするっていうのがちょっと難しかったんですあとはロシアは使えるお金に制限があったので、えー、それも理由の一つです。あのカードが使えなくてて、えー、事前に日本から用意していった ドルを現金しか使えなかったので、えー、使えるお金に制限がありましたそれで、えー、もう毎日のように移動をしてする移動する必要があったので1、えー、箇所で何泊もするっていうのが難しかったですそして今いるこのフィンランドから始まる EU 圏も、えー、滞在日数の制限があります 宣言協定というのであらゆる180日で90日というちょっとややこしいんですけど単純に言うと90日間の滞在が許されていますがそれを超えると不法滞在になってしまいまいすフィンランドに入国したのが7月の26日だったので90日だと確か10月23日までに EU 圏を出ないといとけませんえー、そうなるとかな結構この EU 圏も距離が長いのとあとこのポンキーちゃんそれほど速く走ることができないので1日の移動距離が結構制限がありますなので、えー、この EU も1か所に2泊3泊して進んでいくっていうのがちょっと難しくて、えー、もう ほぼ毎日移動移動のに繰り返しになる予定ですたまには2泊したりとかもするかもしれないんですけど、はい、えそんな中で、えー、動画編集の時間が少なくなってきてしまったのため、えー、更新の頻度が下がってしまいましたすいませんただえっ、ー、とだからといって更新をやめるとかではなく ちょっと、えー、編集の方法を今までの動画は一本一本に地図を入れたりテロップを入れたりして、えー、1本作るのに10時間以上かかってましたとは言っても動画編集始めたばかりの、まあ、素人が作ってるからそれほど劇的な出来栄えの動画ではないんですけど まあ、それでも結構時間がかかってしま,いましたでここでもそうするとまあここからもどん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 、えー、更新が遅れていってしまうので、えー、とそれを防ぐために、えー、時短編集にしますテロップも入れないか入れても少しだけ、えー、もうあとはもう本当に簡単にパッパッパッと切ってつないでの 動画になると思いますが丁寧に作り込むよりもできるだけリアルタイムでこの景色をお伝えしたいっていうのを優先するということに決めましたこれ言わずにそれをやったら急に手抜きになったんじゃないかって感じてしまうかもしれないと思ったので。 えー、このように事前に報告させてもらいますあもらいました、はい、えっと後でまた時間ができたときに、えー、丁寧に作り込んで総集編かまとめのような感じで、えー、作った動画を公開していきたいとも考えてますので、えー、まずはリアルタイムのほぼほぼリアルタイム できるだけリアルタイムの動画を皆さんにお伝えお見せしたいと思いますでこの間ロシア入国あロシア出国フィンランド入国の時に速報っていう形で出しましたが、まあ、時々あんな感じで本当に本当にその場で撮ったそのままの動画を出すみたいなこともたまにやっていきたいとは思ってます なので、えー、ぜひこれからも応援をよろしくお願いします。はいお知らせは以上です。えっ、ー、と今いる場所はフィンランドのカラヨキっていう場所です。K A L A J O K I カラヨキ、はい。ここからもう少し北に行くとえっ、ー、と北極圏に入ります。 その辺に行くと野生のトナカイとかがトナカイが見れたりするみたいなので、えー、楽しみです、はい、で今夏なんですけどこれダウン来てます寒いです今は止まってるあの走ってないからこれで十分だけどバイク乗って走り出すともうこれじゃあ寒くてこの上に 防寒インナー着てその上に厚手のジャケットを羽織ってネックウォーマーして走ってます下は、えー、タイツにダウンパンツでこの上にジーパンを履いて、うん、なんとか寒くないような感じですそれでも寒い時はさらにその上にカッパを羽織って走ってます、えー、ちょっと 北欧の寒さを舐めてました、はいまあ。とりあえず。なんとか体調も崩さずにやってます。はい、そんな感じです。じゃあ。寝起きの変な髪型ですいません。失礼します。 はい、モンキーもこんな感じでーす。はい、じゃあ、さようならー。